節南大学は大阪府寝谷川市池田中町17番8号に本部を置く日本の私立大学である。1975年に設置された。大学の略称は、節王または、節南。節南大学は、1922年に創設された、関西工学編集学校を母体とする、学校法人、上小学園によって運営されている大学である。 1962年に設立された大阪工業高等専門学校を開祖する形で開設された。当初は工学部のみの大学であったが、学部の新設、開祖の結果、2021年4月現在は8学部17、学科6研究科を要する総合大学となっており、約9000人の学生が学ぶ。本部は寝屋川キャンパスに設置されている。 現在の理事長は西村康史、学長は小木田清和である。教育理念として人間力、実践力、統合力を養い、自ら課題を発見し解決できる知的専門職業人の育成を掲げており、実学を重視している。学外より実務家を講師に迎えた講義や、専門分野と関連する現場での学外授業や、インターンシップを実施するなど、 より実践的な教育が行われている。また、入学から卒業まで一貫した少人数制のゼミ教育を実施しており、1年次の基礎ゼミ、2.3年次の演習を経て4年次の卒業研究へと段階的に専門知識を習得できるカリキュラムを構築している。先端アグリ研究所設置すべて大阪府内に所在しているが、厳密には 平方キャンパス北側の看護学部棟、農学部棟、薬学部付属薬用植物園などは隣接の京都府、八幡市に立地している。平方キャンパスは、同じ学校法人、上小学園が運営している、系列校の大阪工業大学平方第2、キャンパスが本大学の平方第1キャンパスの徒歩県内に位置している。交渉シンボルマーク工科学部別科研究科研究、 教育機関、施設2020年現在、体育会40団体、文化会26団体が活動している。また、採点系企画、運営団体として3団体が活動している。学園祭は各、キャンパスごとに実施されている。所在地、寝屋川キャンパス等校地所在地、寝屋川キャンパス等校地特徴的な1号館は、当時の学園総長、理事長であった。 藤田進が、ソ連のスターリン様式を取り入れたとされている。雪南大学薬学部附属薬用植物園。雪南大学薬学部附属薬用植物園は、標本園、樹木園、温室で構成される、総面積約1万平方メートルの植物園である。薬用植物約1200種を栽培している。年に2回の一般向け薬草見学会を除き、原則非公開。 学校法人、上唱学園、節南大学平方キャンパスが設立された1983年に、薬学部付属施設として設置された。ニュージーランドアメリカ、合衆国メキシコインドネシアマレーシア、中国台湾対韓国、カナダオーストラリアイギリススペインベトナム。ありがとうございます。